ていうか、あんたいつまでこの本社にいるの？席もなくて本社の中走り回ってるだけなのに、高卒のあんたに本社で席なんてないわよ。社長室のドアを開けると、なんとそこにいたのは訳あって今不在の社長の椅子に座ってふんぞり返った課長の加藤さんだった。ハーバード大学を卒業したことを鼻にかけ、いつものように俺を見下してくる。いや、加藤さんが座ってるその椅子が俺の椅子なんだけど。はあ？何バカなこと言ってんの？本社が慌ただしすぎておかしくなっちゃった？いや、だから加藤さんの座ってるその社長の椅子、俺の椅子なんだ。どいてくれる？このあと、真実を知った彼女は社長室の床にへたり込むことになる。そして、人生のどん底に突き落とされるのだった。俺の名前は岩田光輝。俺が生まれてすぐに父親と母親が離婚して、母子家庭で育ってきた。とはいえ、両親は別にものすごいドロドロの喧嘩の末に別れたわけではなく、いわゆる価値観の相違ってやつで別れただけなので、そんなに関係性は悪くなかった。離婚の後も、父親は俺の養育費を毎月払い続けてくれたし、俺と父親は定期的に会っている。父親は仕事熱心な人で、俺が中学に上がる頃からは仕事の話をいろいろ聞かせてくれた。父親のご馳走してくれる少し豪華な食事を食べながら、会社っていろんなことが起こるものだなぁと幼心に思ったものだ。それと同時に社会に出ることへの憧れのようなものも育っていったのだった。そしていつの間にか人生の決断をするときには父親に相談するようになっていた。俺にとって父親は少し離れたところから俺のことを見守ってくれる人という頼もしい存在だった。俺は高卒で商社に勤め始めたのだが、大学に進学するかしないかを決めるときにももちろん父親に相談した。俺にはその時はまだ特に大学で勉強したい内容がなかった。そのことを父親に話すと、父親はまず社会に出ることを勧めてくれた。父親自身、中卒で働いてたくさんの仕事を経験した後に大学に行った人だったからだろう。大学の本当の楽しさがわかるのは、社会で働いて自分に必要なのは何なのか、自分が何を勉強したらスキルアップになるのか分かるようになってからだぞ、とアドバイスしてくれたのだ。それに大学の学費は安いものでもない。何を学びたいかはっきりしないときに行くのはもったいない。いつか大学に行きたくなったら、そのときには父親が学費を出してくれるというありがたい申し出ももらって、俺はとりあえず社会に出てみることにしたのだった。就職した商社ではまず地元の支社に配属された。この支社はとても雰囲気が良くて、慣れない業務をこなせずに毎日遅くまで残業はしていたものの、人間関係に苦労することは全然なかった。まだ俺も10代で体力もあったので、円滑な人間関係の中での残業なんて部活をやっているようなものでそんなに辛くもなかった。毎日覚えることや学ぶことがいっぱいで刺激的な日々が続き、社会人生活のスタートはとても充実していた。大学に行っていたらなんとなく流されて過ごしていたのかもしれないと思うと、父親のアドバイスに従ってよかったなぁと心から思うのだった。仕事をしているうちに学びたいことは次から次へと出てきた。例えばうちの会社は商社だからしばしば海外との取引も発生する。そうすると英語をもっと勉強したいなと思ったり、フランス語や中国語など英語以外の言語も勉強したいという思いになったりする。また俺は今は営業をやっているからそんなに会社全体の経営に関わることはないけれど、自分の会社のみならず取引先の会社の決算書だって先々は読めるようになりたい。それを考えると
経理や経営学についても勉強したいなと思う。とにかく勉強したいことがたくさん出てきて、仕事が早く終わった日には本屋で買った入門書を読んだりして過ごした。そんな充実した日々を過ごしているうちに、俺の社会人生活も6年目を迎えた。その年、一人の女性社員が入社してきた。名前は加藤あやみさん。何でも帰国子女とのことで、あのハーバード大学を卒業してきたらしい。しかも親の職業が外交官と翻訳家と来ている。当然商社にはなくてはならない存在のバイリンガルだ。いわゆるインテリお嬢様ってところだろう。加藤さんは事前の噂通り優秀だったが、いつも何かに焦っているような雰囲気だった。できて当然というレッテルを知らないうちに自分で自分に貼っているようだ。周りの社員に対しても見かけ上は丁寧に接しているのだが、その口調のどこかで相手を見下しているような何かが隠れている気がして、俺は少し警戒していた。俺の警戒は的中して、初めは俺に対しても普通に接してきていた加藤さんがある日激減した。それは俺が母子家庭で高卒であることを知った日だった。それまで普通に話していた加藤さんの目が突然冷たくなり、え、母子家庭なんですか？しかも高卒？よくこの会社に入れましたね。コネか何か？と言ってきたのだ。ハーバードだろうがバイリンガルだろうが、加藤さんは俺にとっては後輩の女の子だ。後輩の女の子相手にあんまり怒るのも先輩らしくないかなと思い、適当に受け流してその場はやり過ごしたが、先輩である俺によくそこまで言えるなと思ったものだった。その一件の後、加藤さんは語学能力と交渉の強さが買われて、すぐに本社へ異動になった。もちろん俺の中にいい印象は残らなかったが、そんなこと加藤さんは気にも留めていないだろう。加藤さんが本社に異動になると、俺の勤める支社には再び平和が戻ってきた。いい人間関係の中で毎日仕事をする。この頃になると仕事にも慣れてきて、残業の回数も減ってきた。そろそろ通信でもいいから大学に行きたいな、それとも夜間大学なら仕事をしながらでも通えるかなと思っていたので、本社への移動の打診が何度も来ていたけれど、それは断り続けていた。が入社10年目になった頃、ついに本社への移動を断りきれなくなってしまった。入社から10年間、俺を育ててくれた支社のみんなに別れを告げると、高校卒業から今までの楽しかったことや辛かったことを思い出し、少しうるっと来てしまった。支社のみんなも泣いてくれていて、本当にいい環境だったなぁとしみじみする。支社での送別会も終わり、本社への移動の前日、俺は父親と食事に行った。父親は少し会わない間にだいぶ痩せてしまっていた。大きな病気があるわけではないとのことだったけど、もう年だしなぁと心配になってしまう。そしてここで俺は父親からあるお願いをされたのだったが、この内容はもう少し後で話すことにしよう。翌日、本社初日、まずは挨拶回りから始める。本社中のいくつもある部署を一通り回ってみんなと親睦を深めた。そして最後に気が重いながらも課長になっていた加藤さんのところにも挨拶に行った。あら、あなた本社に来たの？母子家庭の高卒に本社で何ができるっていうのかしら。いやいや加藤課長、どうぞお手柔らかにお願いしますよ。まあせいぜい頑張ることだわ。加藤さんは10年近く会わない間にさらにトゲトゲしさを増していた。男性社員の多いこの会社で肩肘張ってやってきた中で苦労もあったんだろうが、他人をバカにするってのはどうなんだ。ため息を一つつく。加藤さんの何が困るって、高卒とか母子家庭とか、
人の本質じゃないことで一括りにされてバカにされているのが心外だった。母子家庭に育とうが、高校までしか卒業してなかろうが、そんなことは俺の価値には一切関係ないはずなのに。加藤さんは俺の本質を何も見てくれてないんだ。俺が10年この会社で頑張っていることも、この会社で学んできたことも。幸い俺は特殊な部署だったので、加藤さんとはそうそう顔を合わせることはなかったが、会議などで少しでも会うと、なんだかんだで突っかかってきた。あら、岩田じゃない。今日の会議、高卒に理解できたわけ？いや、できたに決まってるじゃないか。というか、今日の会議資料は俺が作成したのだが。岩田、本社にまだいたの？とっくに支社に出戻ったか、子会社出向でもしてるかと思ったわ。いや、俺は本社でするべきミッションがあって来たんだから、そんな簡単に支社に戻ったりしないんだがな。実際にはいちいち言い返したりはしなかったが、心の中ではいつも突っ込んでいた。ある日、加藤さんの部署へ用事ができて部署に行った時だった。山本、あんた何なのこの英訳。こんな書類、取引先に出せるわけないじゃない。すみません、加藤課長。私、英語で資料を作るのは初めてで。加藤さんは、自分の部署の女性社員を正座させて怒鳴りつけていたのだ。加藤さん、やりすぎですよ、これは。俺は慌てて二人に近寄ると、正座させられていた女性社員を立ち上がらせた。正座はダメ、正座は。彼女、泣きそうになってるじゃないか。俺が加藤さんをたしなめると、加藤さんは俺が渡す予定の書類をひったくるように取り上げた。この子が無能なのがいけないのよ。腹立たしそうに言って、俺から奪い取った書類を自分のデスクに投げるように置く。ありがとうございます。怒られていた女性社員が俺にお礼を言ってきたが、加藤さんは俺らには目もくれずにデスクに戻っていった。部署の他のみんなも、加藤さんの様子を伺いながら仕事をしていて、雰囲気がいいとはとても言えない。あんまり怒鳴るなよ。加藤さんに念押ししたが、加藤さんは肩をすくめただけだった。本社で社内をあちこち飛び回る日々が半年くらい続いた頃だった。社長から社長室に呼ばれ、ついに来たかとネクタイを締め直す。それから洗面所で全身チェックをして、靴も軽く磨いて、深呼吸をしてから社長室に向かう。社長室のドアを開けると、なんとそこにいたのは、脇の椅子に座ってふんぞり返った加藤さんだった。加藤さん、何してるんだ？あら、岩田こそこんなところに何の用？いや、社長に呼ばれてきたんだよ。加藤さんこそ何の用だよ。っていうか、あんたいつまでこの本社にいるの？席もなくて本社の中走り回ってるだけなのに、高卒のあんたに本社で席なんてないわよ。いや、加藤さんが座ってるその椅子が俺の椅子なんだけど。はあ？何バカなこと言ってんの？本社が合わなさすぎておかしくなっちゃった？いや、だから加藤さんの座ってるその椅子、専務の俺の椅子なんだ。どいてくれる？あんたが専務なわけないじゃない。何言ってんのよ。若干加藤さんがうろたえたところに社長が入ってくる。加藤くん、何やって遊んでるんだね。専務の岩田くんに用事かね。社長？この岩田。岩田さんが本当に専務？もう今日からは専務ではない。岩田くんが社長だよ。ゆっくりと社長。いや、これからは会長であり、元社長の田上譲さんが言った。そう、俺は半年前、専務としてこの本社に移動してきた。そして今日社長室に呼び出されたのは、社長への昇格辞令を受け取るためだったのだ。そして、田上譲さんというのは俺の父親である。親が離婚しているため名字は違うものの、れっきとした俺の父親なんだ。父親は、
母親のお腹に俺がいた時にこの会社を立ち上げた。しかも母親に黙って会社を作って、その会社を立ち上げるや否や、今度は母親に相談もなく、大学にも通い始めたんだそうだ。俺が生まれた後も、家庭のことや子育ては顧みずに、仕事と大学に専念して、そんな父親に呆れた母親は離婚を申し出た。とにかく、仕事のことも大学のことも、自分には相談すらしてもらえなかったのが一番きつかったらしい。離婚してからは、ますます仕事一筋でやってきた父親だったが、最近体の調子が思わしくない。幸い、大きな病気は見つかっていないが、長い間の無理がたたって、小さな不調があちこちに出てきている。そこで、そろそろ第一線から退き、俺に会社を引き継ぎたいと言い出したのだ。それに応えるべく、俺は社長の業務見習いをしながら、この半年、本社の中を駆け回っていたというわけだった。もともと、いつかは社長を継ぐつもりで入社していたから、ある程度の覚悟もできている。最初に支社に配属されたのも、社長になるなら支社で行われていることにも精通している必要があるからだった。加藤さん、今社内メールで辞令出てるはずだから確認してみて。ピロンと通知音が鳴る。俺は加藤さんにメールの確認を促した。そのメールには、田上社長の退任と会長への就任、そして俺の専務から社長への昇格、それから加藤さんの子会社出向が書かれていた。加藤さんは確かに仕事はできるのだが、部下への態度ですこぶる評判が良くない。先日、女性社員を正座させていたこと以外にも、いろんなところから加藤さんへの不満が挙げられてきているのだ。加藤さんは俺に促されてメールを読むと、すべてを理解したようだった。俺が社長見習いとして社内の調査に当たっていたことも、そんな俺をバカにする態度を取り続けていたことも、次期社長である俺の前で自分が部下を怒鳴りつけたことも、彼女はその場にへたり込んでしまったまま、しばらく動けないでいた。そこへ、遅れてすみません、と女性の声がした。入ってきたのは山本亜美さん。先日、加藤さんに正座で叱られていた女性社員だ。彼女はうちの取引先の会社に勤めていたのだが、先月をもって退職していた。取引先の会社で営業アシスタントとして細やかな気配りや分かりやすい資料作りをしていた彼女に目をつけた田上社長が、退職するのならうちの会社に来ないかと引き抜いてきたのだった。両親を早くに亡くした山本さんは、中学を卒業して以来、さまざまな仕事に携わってきた。そして飲食店に勤務していたところを、前の会社の社長が引き抜き、秘書業務や受付業務、それに営業アシスタントなどと活躍していたのだが、引き抜きだったこともあり、社長の愛人なんじゃないかと噂されて、社内での風当たりは強かったんだとか。それでも気の強い彼女は負けずに業務をこなしてきていたのだが、今度は不正をでっち上げられ、さすがに嫌になって退職したのが先月というわけだった。今度も社長の引き抜きでの転職ということで、また社内で嫌な思いをするのではと不安があった山本さんだったが、そんな思いはさせない、と田上社長が口説いて連れてきていた。その山本さんは、今日から俺の秘書になることが決まっていた。へたり込んでいた加藤さんは、山本さんをにらみつけると、社長室を出て行った。よほど悔しいのだろうが、課長というポジションをいいことに、部下にひどい扱いをしていたのだから、左遷も仕方があるまい。本人も何も言い訳しないところを見ると、おそらく自分のやってしまったことを理解できているのだろう。俺が社長となり、父親が会長となってから数年が過ぎた。最初はどうなることかと思ってドキドキしていたが、父親や秘書の山本さん、そして大勢の社員のサポートのおかげもあって、どうにか業績も保っている。本当は業績を保つだけではなくて、伸ばしていきたいものだが、
まずは最初の数年業績を下げずにいられたことはよくやったと自分を褒めても差し支えないだろう。山本さんも秘書業務を丁寧にやってくれて大助かりだ。前の会社でも社長に可愛がられていたのが理解できる気の利かせぶりで、今では山本さんなしでは出張に行くのもおぼつかない。そういえば例の加藤さんを子会社から呼び戻した。最初の頃は子会社でも評判が悪く困っていたのだが、ある時を境に少しずつ評判が良くなってきた。もともと頭脳は優秀な加藤さんのこと、どう変わったかと楽しみに思って呼び戻してみたのだったが、彼女はつきものが落ちたかのように感じが良い女性に変化していた。ずっと彼女の魅力を下げさせていた人をバカにしたような態度や上から物を言う言い方が全くなくなっていたのだ。しかもハーバード仕込みの頭脳明晰なところは健在のまま、一緒に仕事をする社員からも称賛の声は出るものの、悪い評判は全く出ないようになっていた。これならと安心して部長に昇進させる。部長に昇進させてしばらく経ったある日のことだった。昼休みに何気なく入った定食屋で加藤さんと一緒になった。社長。嫌がるかと思いきや加藤さんの方から向かいの席を開けてくれた。加藤さん、いい仕事するようになったね。みんな助かってるよ。いえ社長、お恥ずかしいです。私、社長にはどのように非礼を詫びたらいいのか。いや、今の加藤さんが全てなんだから何も謝る必要はないですよ。私、ずっと背伸びしてたんです。こんなの言い訳でわかってるんですけど、母親が高卒だったんです。母はフィリピン人のハーフで、パブで働いていたところを父親と出会い結婚したんですけど、父親からずっと高卒であることをバカにされ続けてて、それを見て私、絶対母親のようにはなりたくないって思って、大学に行かないことが自分の憎むべき事柄みたいになってしまっていたんです。とにかく学歴をつけなければって思って、必死で勉強してハーバードに受かりました。でも大学の中では劣等生で、それで私余計に学歴にこだわるようになってしまったんです。日本ではたとえ劣等生だったとしても、ハーバード卒業ってだけでみんなすごい、すごいって言ってくれるのが嬉しくて。加藤さんは俺が座るとポツポツと話し始めた。俺は運ばれてきた親子丼を食べながら彼女の話を静かに聞く。社長が私を子会社に出向させてくれて感謝してるんです。母は私が大学を出たのをきっかけに父と別居を始めたんですけど、その母の住まいが子会社に近くて、子会社にいる間私は母と暮らしていました。母は離婚はしていないけど、父と別居するようになってすっきりした顔をしていたんです。それでこれまで聞けなかったことをいろいろ聞いてみたんです。その大学に通っていなくて後悔したことはないかとか、学歴をつけたいとは思わないのかって。そしたら母は一切後悔していないって答えてくれたんです。大学に行っていなくても母は今好きな翻訳の仕事ができているから後悔なんてないって。むしろ自分が高卒であることをバカにする父親と結婚してしまったことを後悔してるって言ったんです。加藤さんは手元のカツ丼が冷めるのも構わず話し続けた。私、岩田社長のこと本当は少し羨ましかったのかもしれません。私は母がバカにされているのを見て学歴にとらわれすぎていました。必死で必死で勉強して大学に受かって、やっと受かった大学では勉強についていけなくて辛い思いをしていたのに、それでもハーバードという名前に縛られてやめられなくて、やっとのことで卒業しました。それなのに岩田社長はすごく優秀なのに大学も行かないで、しかも仕事が落ち着いたら通信で大学に行こうかななんておっしゃっていて、すごく余裕があるように見えたんです。
理解できないというか、悔しくて羨ましくて。それで、私あんな失礼な態度を取り続けてしまったんです。今思えば意味がわからなくて理不尽なんですけど、あの頃の未熟だった私は、自分を保つのに必死で、学歴が全てで、その考えに合わない岩田社長のことが理解できなかったんです。本当に申し訳ありませんでした。顔を上げなさい。加藤さんは泣いていた。加藤さんにそんなトラウマみたいなものがあったなんて知らなかったな。ずっと日の当たるエリート街道を歩いてきたものだと思っていたよ。気がつくと俺も食事そっちのけで加藤さんの話を聞いていた。人は見かけによらないものなんだな。そう思うと同時に、学歴に縛られていた加藤さんをかわいそうにも感じるのだった。人が変わったようになった加藤さんは、会社のためにコツコツと実績を積み上げてくれて、後輩や部下のことも丁寧に育ててくれている。そんな加藤さんの成果を認めて、部長からさらに専務へと抜擢。今では社長の俺にとって、なくてはならない人材だ。もちろん山本さんにも秘書としてバリバリ働いてもらっている。こちらもよく気がつくし仕事は丁寧だし、俺は頼り切ってしまっている。今では加藤さんと山本さん、時々仕事の方針をめぐって揉めることもあるようだが、基本的にはいい関係を保ってくれている。加藤さんとのランチで本音は食事中の方が出やすいのだと知った俺は、加藤さんはもちろんのこと、山本さんとも積極的に食事に行くようにしている。会長になった父親からは、お前よくモテてるな、なんてからかわれもするが、そういうことじゃない。あくまで部下の本音を聞き出して、仕事を円滑に回すためだ。そういえば、俺が本社に異動になった頃から、父親と母親もよく食事をするようになったようだ。母親は最初、何を今更なんて文句も言っていたが、父親がずっと俺たちのことを考えていてくれたことが分かり、それに俺が社長に就任したことで母親も何かが満たされたのだろう。最近では、またあの人と結婚してもいいかもね、なんて言い始めている。そして俺自身はこの春から通信で大学に行くことにしたんだ。社長業にも少し慣れ、自分の足りないところがはっきりしてきた今、大学はすごく実りあるものになると思う。それを聞いた山本さんも、通信制の高校に通ってもいいかと聞いてきた。答えはもちろん OK である。学ぶのに年齢なんて関係ない。その人の人生の中で、今が学ぶ時だという時期がきっとやってくるんだ。俺と山本さんは今がその時期なんだと思う。加藤さんもまた大学行かない？と冗談で誘ってみたら、最終学歴がハーバードじゃなくなってしまうのでやめておきます、と断られてしまった。だがもし学びたい気持ちがあるのなら、科目履修生でもいいからまた大学に行けばいいと思うんだ。俺たちは何歳からだって学び直せる。必要な時に教育を受けることができる。そんな思いを新たにしながら、俺はもうすぐ大学1年生の春を迎える。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。いいから月にしろって言ってんだよ。できねえってんなら組のもん呼ぶぞ。約20万円の会計をツケにしろと言ってくる迷惑客。うちの店ではツケはできないと言っているのにもかかわらず、しつこく言ってくる。女だからと見下してきているのか、さらに店で暴れていたその人たちに、ついに私の我慢も限界を超えてしまい、わかりました。そんなに言うなら、ここに組の方を呼びましょう。そう言って、私は電話をかけたのだった。私の名前は立花真美。アルバイトをしながら大学に通う女子大生だ。
私のアルバイト先は高級料亭と呼ばれる飲食店で、そこで仲居のバイトとして働いている。お客様の年齢層が高いこともあって、ここで働いている従業員の方々は圧倒的に私より年上が多い。一番年下なのが私で、次に若いのが最近この店の2代目として店長になった藤田店長だ。店長の父である初代店長が最近病気が見つかり、現役引退ということで最近店を継いだのだった。実はこの藤田店長は私の好きな人だったりする。厨房で板前をしている藤田店長は、少し頼りないところがあるけれど、この店で一番年下の私をいつも気にかけてくれる。私がミスをした時や失敗をして落ち込んでいる時に優しくフォローをしてくれるし、何かあれば厨房から駆けつけてくれる姿に惹かれた。年齢は私より10歳年上だけど、年齢差なんて特に気にしていない。家庭環境の関係で年上の男性とは接することが多いからだ。しかし、私は育った環境の影響で、どうしてもこの思いを伝えるのに躊躇してしまう。立花となんて怖すぎて絶対付き合えねえよ。と言われた中学時代を思い出す。当時、私が好きだった人に友人が探りを入れるため、もし立花に告白されたらどうする?と聞いたとき、そう言っていたのを聞いてしまったのだ。そのこともあり、私が好意を伝えたら迷惑じゃないだろうか。彼に嫌な顔をされるくらいなら、この思いは伝えずに、ずっと見ているだけで十分幸せじゃないだろうか。なんて考えて、すっきりしない日々を送っていた。立花ちゃん、頑張ってるね。横井さん、いらっしゃいませ。この横井さんという少し年配の男性は、この店の常連だ。気さくな雰囲気のある横井さんは、鋭いところがあり、私は悩んでいると、何か悩み事でもあるのかな?と聞いてくる。店長とは違う意味で私に優しい人だった。横井さんが頼むのは、いつもの店長のお任せコース。いつも通り厨房からお料理を運んでいると。それで、立花ちゃん、今度は何に悩んでいるのかな?と穏やかな笑顔で言ってきた。相変わらず横井さんにはかなわないな、と私は苦笑いをした。そんなに顔に出てたかな。もちろん言いたくなかったら言わなくていいんだよ。ただ誰かに聞いてもらって少しはすっきりするかもしれないからね。この人はいつもそう言ってくれて、私が話すのを待ってくれる。その言葉に甘えて話すこともあれば、話さないこともある。私が話さない時も、解決するといいね、と笑ってくれるだけだ。その時の日々店長への思いが募っていた私は、店長のことは伏せて話してみることにした。実は、好きな人がいるんですけど、この気持ちを伝えてもいいのか。立花ちゃん。と、横井さんが真剣な顔をしてきた。好きな人には、ちゃんと気持ちを伝えないといけないと思うよ。極端な話になってしまうけど、明日、その人が、目の前からいなくなるかもしれない可能性だってゼロじゃないだろう。目の前からいなくなる?極端な話だけどね。その人が
いつもいる確証はないだろう。だから気持ちはいつも伝えた方がいいと思うよ。そう言って料理を口に運んだ横井さんはとても寂しそうな顔をしていた。横井さんからそんなアドバイスを受けて数日、やっぱり私は気持ちを伝えることができなくて、大学とバイトの往復をしていた。そしてある日、バイト先で私は迷惑客に当たってしまった。その人はコース料理を堪能し、ビールなどのアルコールも大量に摂取したにもかかわらず、会計で、会計はつけで、ざま組に請求しろ、と言ってきたのだ。ざま組とは隣の県にあるいわゆる極道の集団だ。そこに今日の飲食代を請求しろということらしい。しかし私は言い返した。申し訳ございませんが、当店はつけというのは対応しておりません。ああ、なんだと。うちの店ではツケは対応しておらず、あくまでその場でのお会計をお願いしている。後々のトラブルになることは先に避けておくに限るという方針だ。ですから当店はそのような会計の対応をしておりませんので、この場でお支払いをお願いします。するとそのお客様は顔が一気に険しくなり、つけにできないなら組のもん呼ぶぞ、いいのか、と叫んできた。その組の人にはお金を持ってきてもらうのですか。そんなわけねえだろ、ざま組につけとけって言ってんだよ。もちろんこういうことを言う人はたまにいる。しかしここでひるむ私ではない。お客様、これ以上言われるのなら、こちらは警察を呼ばせていただきます。はあ？このまま出て行かれるのなら、無銭飲食のような形になりますから。今後、当店も入店禁止とさせていただきます。この小娘が偉そうに言いやがって。私の言葉にカッとなったのか、そのお客様は右手を振り上げて殴ろうとしてきた。私は一応護身術も習っていたので、避ける気でいたのだが。お客様！私たちが騒ぐ声が聞こえたのか、店長が走って出てきてくれた。そして私の前に出てくれ、うちの大切な従業員に、何をするんですか。こういう時の店長はとてもかっこよくてずるいのだ。こちらのお客様がつけにしてくれと言っていると店長にも言うと、当店ではそのような対応は行っていません。これ以上騒ぐなら警察を呼びますよ、と言ってくれ、観念したのかそのお客様は普通にお支払いをして帰っていった。最初からおとなしく払ってくれよ、と思ったのは内緒だ。立花さん、大丈夫だった？怪我とかない？お客様が帰った後、店長がすごい勢いで話してきた。あ、はい、店長が助けてくれましたから、本当にありがとうございます。いやいや、不安にさせてごめんね。不安だなんて、ああいうお客様は慣れているので大丈夫です。慣れてても立花さんは女の子なんだから、何かあったら危ないし。次からはすぐに僕に言ってくれたらいいから。頼りないかもしれないけど。そんなことないですよ。わかりました、めっちゃ頼りにします。私の言葉に頑張るよと笑った店長の姿に、
私は改めて店長に惚れ直すのだった。店長に惚れ直して数日後、私はまた迷惑な客に当たってしまった。先日と同じようにコース料理やアルコールを散々飲み食いした4人組の男性グループ。会計は約20万円にもなった。高級料亭の当店では値段設定もそれなりになっているので、それくらいの値段になってもおかしくない。お会計はこちらです。私がそう言うと、一人の男性が前へ出てきた。俺はな、立花組の西というものだ。はあ。確かに西と名乗ったその人の腕から見えるのは、竜の鱗のような模様。体つきのよく、確かに見るからにそっちの筋の人だとは分かっていた。今日のここの支払いは立花組に請求してくれ。分かったか？立花組ですか？知らないはずないよな。ここじゃ一番有名だからな。知っていますが、立花組には請求できません。はあ？当店ではそのような対応をしておりませんので、この場できちんとお支払いいただかないと困ります。私のその言葉に4人組はポカンとしていたが、すぐに、話聞いてたか？立花組に請求しろって言ってんだろうが、と叫んできた。こいつらこそ話聞いてたのかな。ですから、立花組には請求できません。できねえって言うんなら、組のもん呼ぶぞ。いいのか？組の方がお金を持ってきてくれるならいいですよ。私が目線をそらさずにそう言うと、立花さん、大丈夫？と、いつかのように店長が走ってきてくれた。さっきの大声が聞こえたのかもしれない。来てくれた店長に事情を説明すると、お客様、この場でお支払いをお願いします。これ以上騒ぐのであれば警察を呼びますよ。と言ってくれた。警察なんて怖くねえんだよ。こいつもお前もごちゃごちゃうるせえな。いいからさっさと帰らせろ。そして西と名乗った男が店長の肩をドンと押した。うわ！店長はそのまま突き飛ばされ尻餅をついてしまった。店長！店長？こいつが？店長ならちょうどいいや。俺たちお客様は神様だろ？つけでいいよな。いえ、それはできません。腰をさすり、痛みを耐えながら立ち上がろうとする店長に私は駆け寄る。店長、無理しないでください。いや、でも、ここは僕の店だから。立花さん、他に人を呼んできてくれないかな。だいたい、ツケができねえなんて何様なんだよ、この店がよ。そういったもう一人の男が、近くにあった花が生けてあった花瓶をそのままつかみ、力任せにガシャンと落とした。粉々になった花瓶と水浸しになった廊下。さっきまできれいに咲き誇っていた季節の花たちが台無しだ。それは横井さんからいただいた花瓶で、ここの花は店の玄関部分の顔だからと、店長の母親であるおかみさんが毎日お花を選んで生けているのだ。
お前らもこうなりたくなかったら言うこと聞けや!と、ギャハハと下品に笑った。その瞬間、私の中で何かがプツンと切れてしまった。私は立ち上がり、西と目を合わせる。立花組の西様でしたか。おい、なんや。ということは、皆様、立花組ということでよろしいですか?そうだって言ってるだろ。俺たちは立花組の構成員だ。わかりました。では、西様以外の方々のお名前を伺ってもよろしいでしょうか?はあ?なんでそんな必要が?私の突然の言葉に困惑している様子の4人組だが、何か言えないご事情でも?というと引けなくなったのか、東田、南方、北島と名乗ってくれた。わかりました。それでは西様、スマホをお借りしてもよろしいですか?今度はスマホ?なんでだよ。私、業務中ですので、今はスマホを持っていないんです。いいから、貸していただけますか?なん。いいから貸せって言ってんだよ。私は、西が手に持っていたスマホを奪い取り、その場で電話をかけた。電話番号は覚えている。そんなに言うなら、ここに組の方を呼びましょう。はあ、もしもし、私だけど、ちょっと聞いてもいい?うちの組に西って組員いる?え、ちょ、やっぱりいないよね。私も聞き覚えがなくてさ。あ、じゃあ東田、南方、北島は?いないよね。あと、この電話番号の身元を調べてくれない?それから、佐藤に代わってほしいの。ああ、佐藤?悪いけど、今から私のバイト先に来れる?何人か連れてきて。うちの組に今日のお会計を付けにしてほしいんですって。私はそこで電話を切り、4人の男たちに向き直った。今から佐藤たちがここまで来てくれるから、そこで月について話しましょう。佐藤って?あら、立花組の組員なのに佐藤のこと知らない?佐藤はうちの若頭じゃない。まさかとぼけてるの?私が組長の娘だって気づいてるんでしょ?私の言葉に西たちと店長は目を見開いて驚いていた。そう、私の実家は立花組で、私は立花組組長の娘だ。このことがいい意味でも嫌な意味でも有名となっていて、友達もいなかった。お金の関係で一人暮らしができていない私は、実家近くでアルバイトをすることにしたけれど、家が有名すぎてどこも雇ってくれなかった。そこで父の知り合いでもあるこの店のおかみさんが私を雇ってくれた。なのでおかみさんは私の素性を知っていたが、そのことはずっと隠してくれて、立花組と同じ名字も偶然だと言い張ってくれ、私を雇い続けてくれていた。ちなみに店長は私と10歳離れていて、学校もかぶってないし、最近まで別の地域で修行をしていたので、私の実家のことなどは一切知らない。そのこともあり、店長には黙っていたかったし、このことが公になればきっと、あの立花組の娘を雇っているのか、とよく思わない人だって
たくさんいることを分かっている。この店にも迷惑をかけてしまうからと思っていたのだけど、今回は黙っていられなかった。そして数分後、ぞろぞろと店に現れたのは、若頭の佐藤を筆頭に、見るからに極道とわかる人たち。つまり、うちの組のほぼ半分が来ていた。お嬢、大丈夫ですか？みんなありがとう。わざわざごめんね。それより、西ってやつらはどこですか？うちの組につけとかふざけたことしやがって。ここにいるわよ。私は4人組に視線を向ける。そこには4人の男たちが正座していた。私が電話の後に、まさか立花組が来るなんて冗談だよな。お前が組長の娘も冗談だよな。全部本当よ。あんたら組員なんでしょ？おとなしく待ってなさい。そこで逃げようとする男たちに、逃げてもいいけど、西の電話番号はバレてるし、地の果てまで追っかけるわよ。それが嫌なら、お前らは黙って正座して待ってろ。と言うと、逃げきれないと思ったのか、こいつらは言う通りにその場で正座したのだ。その後、佐藤たちは男たちの顔を一別しただけで、こいつらは組員じゃないですね、と言った。構成員の管理も若頭の仕事なので、彼は全構成員の顔と名前を把握している。やっぱりね。だいたい店でつけなんてしませんよ。地域の方に迷惑はかけられませんからね。どうやらこの4人組はただのチンピラのようで、西の腕から見えている入れ墨もシールのようだ。以前他の店で同じことをしたらうまくいったことがあったらしく、今回も同じことをしようと思ったらしい。そういえば前に覚えのない請求書が届いたことがあって、店に電話したら立花組に付けにしろと言われたからってことがありましたね。組員にも聞いたけど全員知らないって言ってて、いろいろと調べてた途中なんですが、まさかお前らか？図星だったのか、西たちは目をそらした。お前らにはいろいろと聞くことがあるみたいだな。おい、こいつらを連れて行け。へい。待ってください。ちょっとした出来心で。うるせえ。お嬢にも店にも迷惑かけやがって。ただで帰れると思うなよ。そして4人組は私の家に連れて行かれ、たっぷり可愛がってもらっていたようだ。私が家に帰ったらまだ悲鳴が聞こえていたし、まあ、あの地下部屋は防音設備だからそこまで響いてなかったけどね。私は店長と店の個室でテーブルを挟んで向き合っていた。立花さんの家が本当にあの立花組だったんだね。黙っていてすみません。いつかは話さないといけないとは思っていたんですが。驚いたけど、立花さんが若いのにこれだけ頼りがいがあるのにはなんだか納得しちゃったよ。あははと笑う店長。しかし、いつもよりなんとなくぎこちない気がしている。やっぱり私が組長の娘だからかな。怖がられているのかも。あれから私は店であれだけ騒いでしまった責任を取って、この店を辞めようと考えていて、そのことを
おかみさんに伝えていた。おかみさんからは、まずは店長の意見を聞いてみるわね、と言われ、後日店長から連絡が来て、私は店に行った。なんとなく気まずくて、お互いに沈黙が続く。私、トイレに行ってきます。あまりの空気に、私は部屋から出てきてしまった。ふぅ、と息を吐いて、店長と何を話せばいいんだろう、と考えていると。あれ、橘ちゃん。横井さん。横井さんの姿がそこにあった。私服。ということは、今日はお休みかな？そうです。いつも以上に悩んだ顔をしてるね。何かあった？私が何も言えずにいると、橘ちゃんに私が今も後悔している話をしてあげようか、と横井さんは言ってきた。え？私は横井さんからの話を聞いて衝撃を受けた。横井さんにそんなことが。橘ちゃんには私みたいに後悔してほしくないな。その言葉に私は覚悟を決めて、店長の待つ部屋へ走った。扉を開けて、そこに座っている店長を見る。店長！はい。家のことで迷惑をかけるかもって思って、なかなか言えなかったけど。でも、今言わなかったらきっと後悔すると思って、言わせていただきます。私、店長のことが好きです。その、私の恋人になってくれますか？勢いで全部言ってしまった。今日、私が事故に遭って話せなくなってしまったら、私の店長への思いを伝えることができずに終わってしまうかもしれない。目の前にいる人が明日もいる確証はない。私はそれをよく知っているから、自分の気持ちは伝えた方がいいよ。横井さんはそのことを教えてくれたのだ。橘さんの頑張っている姿をずっと見てきたからね。僕ももっと橘さんと仲良くなりたいと思っていたんだ。僕は君よりも年上だけど、大丈夫かな？もちろんです。全然大丈夫です。それにね、今日は店を辞めないでほしいって説得するつもりで来たんだ。え？辞めたいと言ったことは、母から聞いていたんだけど、橘さんは常連さんからも人気だし、あと僕個人としても君にはやめてほしくなくて、君がいなくなったらお店が寂しくなるし、僕も寂しいと思っていたんだ。店長。だからこれからもよろしくね。店長からの言葉に、私は涙が止まらなくて大号泣してしまった。ちゃんと自分の口から伝えることができてよかった。店長が笑いながら慰めてくれて、こうして私は彼とお付き合いをすることになったのだ。横井さん、いらっしゃいませ。橘ちゃん、すっきりした顔してるね。わかりますか？私がよく行く店でバイトとして働く橘ちゃんは、つい最近
好きな人と付き合うことになったらしい。あの時、どうしたらいいのかわからないという表情をしていた彼女を見て、つい自分の昔話をした。今から20年くらい前の話なんだけどね。当時私は仕事が忙しくて、始発で仕事に向かって終電で帰るような生活をしていたんだ。そんな生活の中で妻は頑張って私を支えてくれていた。お弁当も作ってくれたし、私が帰るまで起きてくれてたりね。でも仕事が忙しすぎて、私は妻にお礼も言わずに日々過ごしていたんだ。あの日も終電で家に帰ったら、妻が倒れていたんだ。そのまま帰らぬ人になってしまった。立花ちゃんの驚いた顔を思い出す。原因は突然の心筋梗塞だったらしくて、私があの時もう少し早く帰ることができていたら、すぐに救急車を呼べたかもしれないのに。仕事が落ち着いたら妻にいつもありがとうってお礼を言うつもりだったんだけど、それも伝えることができずに、目の前から妻はいなくなってしまった。いつか言おうと思っていたのに、結局伝えられないままで、私のような後悔をしてほしくなくて、今回は少し昔話をしてしまった。その後、立花ちゃんは店長に告白をして、無事に恋人同士になれたそうだ。まだまだ若い二人には、これから幸せになってほしい。伝えられない後悔するくらいなら、伝えた後の後悔をしてほしいと思う。横井さんのおかげで後悔することなく伝えることができました。本当にありがとうございました。立花ちゃんの笑顔を見て、それを伝えることができてよかったと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。65歳にもなって必死にパート続けて、若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？まだまだ若い新入社員の田中さんは、うすら笑いで私を見下ろす。わかりました。私はエプロンと帽子を脱ぎ、頭を下げると逃げるようにその場を後にした。田中さんは思いもよらなかっただろう。数日後、地獄を見ることになるとは。私の名前は立花由紀子。老舗の和菓子店でかれこれ30年ほどパートとして働いている。子供が小学生になり、少しずつ手が離れてきたので、専業主婦でいるより気分転換になるだろうと。夫の勧めもあり働き始めた。最初の頃こそ何が何だかわからない中、毎日無我夢中だったが、知っていくほど奥深い和菓子の世界に私はどんどんハマっていった。春になれば梅や桜を思わせる淡いピンク色の桜餅、夏になればつるんと喉越しの良い涼しげな水羊羹、秋になれば食欲をそそるホクホクに甘い栗きんとん、冬になれば見た目にも可愛らしい真っ白のいちご餅、特にこの季節に発売している冬季限定のいちご餅は若い世代にも馴染みやすく、老若男女問わず好評だった。四季折々
和の美しさを表現した数々の菓子に魅了され、パートとしてでも和菓子に触れる機会を持てることに喜びを感じていた。いらっしゃいませ。あら、三上さん。今日は早いですね。よう、ゆきちゃん。今日は足が特に痛いんで、午後に整形外科の予約を取ってるんだ。こう毎日寒いと痛みがおつらいでしょうね。さてと、今日は何にしましょうか。いつもの頼むよ。季節の和菓子、いちご餅、二つの詰め合わせね。かしこまりました。常連の三上さんは、毎月奥様の命日に決まったお菓子を買っていってくれている。奥様が生きていた頃は奥様が亡くなったご両親にと買いに来てくれており、お二人でいらっしゃることも多かった。奥様とは私も親しかったので、亡くなった後も三上さんは通い続けてくれた。足腰が悪くなって杖をつくようになっても毎月欠かさず通ってくださっているとても優しいお客様だ。すぐに用意するから椅子にかけて少々お待ちくださいね。お言葉に甘えて、よっこいしょと三上が待ち合いの椅子に腰掛けると、他のお客様が入店された。いらっしゃいませ。あら、松井さんじゃない。お久しぶりですね。こんにちは。よかった、ゆきちゃんがいて。いつものお願いできる？ええ、季節の和菓子、いちご餅二つとおまんじゅう二つの詰め合わせね。少しお時間いただくので、おかけになってお待ちくださいね。あ、ごめんなさい。三上さんに座っていただいてるんだった。すぐに椅子を持ってくるから待っていてください。待合の椅子には三上が座っていたので、裏からもう一脚椅子を運んでくる。ゆきちゃん悪いわね、気を使わせちゃって。いいえ、全然気にしないでください。お店がもうちょっと広かったらよかったのよね。ごめんなさいね。松井さんも長くお店に通ってくれている常連だ。出会った頃はまだ元気に働いていた松井さんも、すっかり腰が曲がって歩くスピードもかなりゆっくりになっている。それでも何かあればここへ和菓子を買いに来てくれて、他愛もないお話をして帰っていく。私はこの時間が大好きだった。常連さんが年を取っていくってことは、私もそれなりには年を取ったのだろう。いつまでも若い気分でいたが、裏から椅子を運んできただけで筋肉痛になりそうだった。ねえ、ゆきちゃん、今日あの子いないの？ふと松井さんが私に近づいてぼそりと耳打ちする。あの子？新入社員の田中さんのこと？今日はシフトでお休みですよ。そうそう、金髪だか茶髪だかで、和菓子屋さんなのに目立ちすぎて、私ちょっと苦手よ。ああ、彼女には再三注意してるんだけどね、なかなか言うこと聞いてくれないんですよ。この間だっていつものちょうだいって言ったら、いつものって何ですかなんて言うのよ、にこりともせずに。客商売としてよくないわよ、あれは。私も頭を悩ませていた。新入社員の田中ココアさん、彼女は本店で半年研修を受けて、この店舗に配属されてからは4ヶ月といったところか。4年生大学も出ているし、頭もよく、本店での研修では優秀だったそうだが、この店舗に来てからの態度は目に余るものがあった。私から注意しておきます。すいませんでした。ゆきちゃんが頭を下げることないのよ。ただの愚痴だから、気にしないで。ココちゃんだろ。松井さんとの会話に隣で聞いていた三上さんが加わる。あの子派手だけどいい子だよ。まあ人によっちゃあの態度が慣れ慣れしいって苦手なやつもいるだろうがな。ココちゃんってココアって言うんだってな。今時の名前だ。俺は
若くて可愛い子が好きだからよ。もちろん昔のゆきちゃんも可愛かったけどな冗談はよしてください。お待たせしました。1690円です。はいよ、またね。お気をつけて。三上さんと松井さんを見送るとふっとため息をついた。そこへ社員の平林くんがやってきた。お疲れ様です。お先休憩いただきますね。え、行ってらっしゃい。平林くんは3年目の社員だ。身長はスラッと高く仕事もできるので社員からの人気も高い。あ、ねえ平林くん、ちょっと聞きたいことあるんだけど。はい、何ですか？田中さんってどう？お仕事慣れてきたかな？そうですね、僕は直接の指導係じゃないですけど、うまくやってるんじゃないですかね。なんかありましたか？いえね、接客についてもう一度研修すべきなんじゃないかなって思ってるのよ。接客ね、ここは常連ばかりだし、ベテランの立花さんがいてくれれば安泰ですよ。またまたおだてちゃってうまいんだから。いいわ、休憩時間取ってごめんね。行ってらっしゃい。いえいえ、じゃあ行ってきます。平林くんは誰の悪口も言わないし、そういうところがみんなから好かれている要素なのだけど、いまいち聞きたいことは掘り出せそうになかった。明日田中さんが出社したら少し話をしてみよう。私は田中さんへの注意点を箇条書きにして何度も何度も読み返し暗記できるように繰り返した。嫌な言い方にならないよう、だけどきちんとルールは守ってもらえるように。新人相手にこんなに気を使わなくちゃいけないなんてとため息をついて上がりにくくなった左腕をぐるぐると回した。次の日、おはようございます。私は田中さんに声をかけると目も合わせずぼそっとおはようございますと帰ってきた。そこへ平林くんも出社してきた。あ、おはようございます。昨日は連絡ありがとうございました。私と平林くんへの態度の差に驚くというか、もはや呆れた。おはようございます。お休みだったのにごめんね。研修ってほどではないけど、日々意識を持ってお客様に接していけたらいいなってことで。平林さんって本当によく気がつくし、できる男って感じ。なるほど。平林くんは私が田中さんの接客態度について気になっていたことを察知して、田中さんに個別で連絡指導をしてくれたらしい。自分なんかまだまだですよ。ね、立花さん。あ、いえ、すごく頑張ってくれて尊敬します。私の声は耳に入っていないようだが、ひとまず接客態度については気をつけてもらえそうだ。語尾を伸ばして半音上がる田中さんの声色を背に、私はそっとその場を離れた。数日後、ふうと重い腰をさすりながら、休憩時間を5分過ぎてもスマホをいじり続ける田中さんに声をかけた。午後本社から社長が視察に来るので。え？社長の視察？うちの店舗に？そうなのよ、急で悪いんだけど。到着は14時過ぎって言ってたから、それまでに店舗入り口の掃き掃除をお願いでき。社長ってあの若社長ですよね、独身のイケメンの。田中さんは目をキラキラさせて私に詰め寄った。普段の仕事もそれくらいやる気を出してくれればいいのだが。はい、私対応します。あ、いえ、社長対応は私がするので、田中さんは入り口の掃除をお願いします。はあ、なんでよ、パートの分際で社長対応って
ありえないんだけど。私はため息をついた。まるで宇宙人。話が通じない。真面目に会話をしようとした私が悪かったようだ。つかつかと田中さんは私に近づいてくる。ババアは引っ込んでてください。他の社員に聞こえないよう一応気を使ったつもりだろうか。田中さんはわざと肩をぶつけながら私の耳元で吐き捨てるように言った。限界かもしれない。私はそう思った。その日の午後、あら、三上さん、いらっしゃいませ。お、ゆきちゃん、今日は外掃除かい？寒いのに精が出るね。三上さんこそこの寒い中じゃ足痛むんじゃないの？年寄り扱いするなって。お邪魔するよ。三上さんが杖をつきながらゆっくりと店内へ入ってくる。おお、ココちゃんだ。いつもの頼むね。おっちゃんだ。いらっしゃいませ。いつものね。田中さんはチラチラと私に見くばせしてくる。いつものがわからないのだろう。仕方なく私は店内に入り手を洗うと田中さんに代わって接客した。季節の和菓子、いちご餅二つね。すぐご用意しますから腰掛けてお待ちくださいね。私は裏へ包装を取りに行き、三上さんは待合の椅子へ腰掛ける。田中さんと三上さんの二人の世間話が聞こえてくる。田中さんも男性客への受けはいいんだなぁと思っていたその時。年寄り扱いするなって言ってんだ！もう二度と来るか！三上さんの怒号が響いた。何事かと表へ走っていくと、三上さんは顔を真っ赤にして杖を荒々しくつきながら店を出ようとしている。足と杖をつく順序も忘れるほど頭に血が上っているようで今にも転びそうだった。私は慌てて駆け寄る。どうなされましたか？何か失礼なことを。小娘によく教育しとけ。何が持ち詰まらせちゃうようだ。客に向かってそんな言い方があるか。田中さんの方を見ると唇を噛んで腕を組んでただ見ているだけだった。田中さん、謝りなさい。あまり大きな声を出したことのない私が怒ったので、田中さんはひるんだのか少し泣きそうな顔をしている。どうしたの？三上さんや私の大きな声でのやりとりに他の社員やパートも心配そうに見に来たようだ。私、間違ったこと言ってないもん。おっちゃんが喉に餅詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。それにしたって言い方ってものがあるでしょ。パートの分際でお説教しないでよ。お客さんが買った商品で何かあったら責任取るのはうちら社員なんだから。私は何も言えず、よろめく三上さんを支えて外まで見送った。ごめんなさい三上さん。しばらく来ないと思うが、ゆきちゃんも元気でな。頭を下げ続け、三上さんが見えなくなるまで私はそうしていた。店内に戻ると社員やパートが集まっていた。ちょうどそこへ社長が到着した。お疲れ様です。失礼させていただきます。今って営業時間中ですよね。皆さん集まってどうかされましたか？お客様対応中にトラブルがありまして。私がそう言った直後、田中さんはまた私の肩にぶつかりながら耳元でつぶやく。65歳にもなって必死にパート続けて、若いこっちに迷惑かかるのよね。ババアはさっさとやめてくれない？田中さんはうすら笑いで私を見下ろす。わかりました。私は
エプロンと帽子を脱ぎ頭を下げると逃げるようにその場を後にした。大人である以上冷静にとは思うものの、悔しさと悲しさで涙がこぼれてしまいそうだった。30年、いろいろな出会いがあり別れもあり、いろいろな感情とともに過ごしてきたこの店。嫌なこともあったが、従業員や常連客の優しさで成り立っていたような温かい店だけど、どこかで幕を引くことは誰しも当然かもしれない。上がりにくくなった肩や立ちっぱなしで痛む腰、お荷物と言われてももはや否定する体力もない。立花さん、どうしたの？昔から一緒に働いてきた社員やパートが声をかけてくれた。私、お店辞めるわね。ちょっと、どうしたの急に。ごめんなさい、いきなりよね。でも、決めたの。そんな、社長呼んでくるから。有無を言わさず、パートが走って社長を連れてくる。バタバタと走ってくる足音。母さん、辞めるってなんだよ。社長の声に若い社員やパートたちが振り返る。母さんって、すいません。社長は気まずそうに咳払いをして私を見据える。立花さん、どうか思いとどまってもらえませんか。社長、忙しいんでしょ。視察はいいの。今はそれどころじゃ。私は古くなった和菓子作りの機械を眺めながら昔のことを思い出していた。あなたの小さい頃ね、私ずっとずっとあなたと二人で家にいて、あなた体が弱かったからすぐに泣くし熱は出るし、しまいに痙攣を起こすものだから、不安で心細くて私まで毎日泣いていたのよ。そんな私を見かねてお父さんがうちの和菓子店でパートしないかって言ってくれたの。気分転換になるからって。お父さんと出会ったのも私が働いていた喫茶店でね、接客は大好きだったから。とはいえ和菓子の世界って奥が深くて難しいことだらけで、毎日クタクタになってがむしゃらに働いたっけ。お父さんが亡くなってあなたが正式に社長に就任したけど、ここまで店舗展開するのは並大抵のことじゃなかったんだからね。朝早くから夜遅くなんてもんじゃないわね。明け方過ぎてお店が開いて、お昼を食べながら寝ちゃって、その時間を取り戻すんだってまた寝ないで仕事して、そんな繰り返しだったわよ。お父さん、その背中が大好きだった。でもこのままじゃ倒れちゃうって思ったから、私にもできることがないかって必死で考えて、私が案を出してお父さんと二人で冬限定販売のいちご餅を作ったの。私の字を取って雪の花。このいちご餅のヒットで会社は大きくなった。そして今はあなたが舵を取っていることで安定して経営も続いている。だからもう私にできることはないのよ。すべてを捧げてきたから。そんなことって。シーンと静まる中、田中さんのか細い声が聞こえてきた気がした。失礼します。私は振り返らずその場を後にした。今頃の時間だとパートさんが交代の時間ね。私は自宅で本を読みながらコーヒーを飲み、ゆっくりと過ごしていた。店舗から離れても店舗のことばかり気にして時計を見るのが癖になっているようだった。
そこへ社長から電話が入る。母さん、ごめん。あの店舗がもうダメになるかもしれない。戻ってくれないか？弱ったような息子の声に、血圧がさっと上昇していくのを感じる。何よ、どうしたの？母さんが辞めてから、常連客がみんなどうしたって騒いでるらしい。例の新入社員もミスだらけで、それをフォローする人もいないから、新入社員は落ち込んで出社拒否だって。忙しくなるって辞める人も出てきて、雰囲気も最悪なんだと。あの店舗には平林くんがいるじゃない。あの子はできるでしょ？平林くんは経営側に欲しいから本社に勤務してもらってる。そう、あなたもいろいろ考えてるのね。私にも少し考えさせてちょうだい。前向きに検討お願いします。電話を切ると、読み書きの小説にしおりもかけず投げ出し、身支度を始めた。髪を溶かしながら田中さんの言葉を思い出していた。おっちゃんが喉に餅を詰まらせちゃうのが嫌だったの。あんな大きいいちご餅。お父さんと作った思い出の商品だから、長年レシピも同じものをずっと使用してきた。見栄えのする大きないちごを選んで、粒皮までしっかり感じられる粒あんをまとわせ、もっちりと弾力のある餅で包み込んだ和菓子。杖をつく三上さんや腰をかばうように歩く松井さん。常連客がずっと来てくれているわけで、客層は年齢が上がっている。確かにあの餅を喉に詰まらせる危険はある。狭い店内で待ち合いの椅子が少ないのも、足が遠のく理由になりうる。それに田中さんをはじめ他の従業員のミスを私一人でフォローしていたことも、彼女の成長、社員の成長、会社の成長にはつながらなかったのではないか。タクシーを拾い、本社まで飛ばした。マニュアル通りの接客をするタクシー運転手に、マニュアル通りの支払い。接客マニュアルの一体化、か。スマホを取り出すと、つらつらと思いついたことを書き並べた。タクシーを降りると、本社前で平林くんが出迎えてくれた。お疲れ様、平林くん。久しぶりね。お疲れ様です。社長は打ち合わせ中です。そう、思いつきで飛び出してきたんで、アポ取らなきゃ息子にも会えないなんてね。驚きました。立花さんがまさか立花堂の社長夫人だったとは。隠してたわけじゃないんだけど、なんとなく言いづらくてね。かっこいいな、そのフレーズ。さ、役員候補も忙しいでしょ。仕事に戻った戻った。そこへ社長からの着信が入る。そうね。うん。ええ。同じ方向を見ているようね。電話を切ると、私はくるりと向きを変えた。あれ、立花さん、本社には寄っていかないんですか？皆さんによろしく伝えてちょうだい。忙しくなりそうよ。平林くんは深々と頭を下げて、タクシーが見えなくなるまで見送ってくれた。そういうところよね、人を思うってことは。私は立花堂の全販売職員の研修会に講師として壇上にいた。就業時の服装、基本的な接客、販売ノウハウ、店舗運営マニュアル、そしてお客様への注意喚起。よく噛んで召し上がっていただくこと。喉に詰まりやすい餅を使用した商品には注意書きとともに一言かけることを徹底した。相手を思いやる気持ちを大切にしてほしいと伝え、一礼すると、販売員から拍手が上がった。同じ方向を見て歩いていける仲間が
今はこんなにいてくれる。お父さん、本当に頑張ったんだね、と胸が熱くなった。講演を終えると、控室には田中さんが来ていた。黒髪をしっかりと束ね、スーツ姿だったので、最初は誰かわからなかった。お疲れ様です。お久しぶりね。出社拒否したんだって？それは、ごめんなさい。嫌に素直で驚いた。私、ごめんなさい。何よ、私が社長夫人だって分かったら態度を変えるの？まあ、そういう世渡りも必要だけど。違います。私、本当に反省しています。調子に乗ってたんです。今年の採用、私だけ優秀だっておだてられて、いい気になって。私が立花堂に入社志望したのは、雪の花に一目惚れだったんです。丸くて柔らかくて可愛くて、和菓子を新鮮だって感じられるのに衝撃を受けたんです。その雪の花がどうやって考案されたのか、あの日知って、ますます大切にしなきゃって、大切にしたいって思うようになったんです。私、父親がいなくて、母親一人で私を育ててくれたんです。だから立花さんが言ってたような家族の温かさとか全然知らなくて、知らなくてもいいやって思ってました。知りたくもないっていうか。でも雪の花を買っていく人の笑顔とか、立花さんがいなくなってからのお客様の悲しそうな顔を見てたら、なんか守ってあげなくちゃってもうよく分かんなくなって。田中さんは目に涙をいっぱいためて、手をぎゅっと握りしめていた。本当にすいませんでした。深く頭を下げる田中さん。床には涙がポタリポタリと垂れていた。顔を上げて。数秒の沈黙の後、手で涙を拭いながら田中さんはまっすぐ私の目を見た。これが演技だとしても、そこまでできるならもう安心だ。三上さんに言ってくれたでしょ、お餅危ないって。言い方は悪かったけど、言ってくれてよかった。注意喚起をなあなあにしていたのは会社も悪かった。そこにカツを入れてくれたこと、本当に感謝してる。ありがとう。田中さんは肩を震わせながらも目をそらさなかった。古き良きものはもちろん大切だけど、あなたみたいにガッツのある人が入ってくると変化を起こしてくれるから、それが良い変化になるのか悪い変化になるのかは、そうね、経営陣の腕の見せ所かしら。私は立ち上がり、田中さんの肩をポンと叩いた。まだまだ若いんだから、これからもガッツ見せてちょうだいね。ありがとうございます。そうして田中さんは今まで通り店舗の社員として続けていくことになった。そして私はというと、いらっしゃいませ。あら、三上さん。お久しぶり。おー、ゆきちゃん、どうしても足が向いちゃうんだよな。不思議な引力に引き寄せられてるみたいだ。私は販売員に復帰して、今もパートとして働いている。月に2回ほど販売員の指導係として他店舗へも顔を出している。本社へ打ち合わせのために出向くこともあり、以前より忙しく過ごしているが、体が持つ限りできる最善は尽くしたいと思う。ところで、ココちゃん来てるか？はいよ。おっちゃん元気？こらこら、お客様に向かっておっちゃんもタメ口もやめなさい。三上さんは目尻を下げて笑っていた。この間は悪かったと思ってな。ココちゃんまだ入りたてなのに、こんな親父に怒られて
怖かったろ。全然立花さんの裏の顔に比べたらなんてことないですよ。ちょっと何よ裏の顔って。田中さんとはあれ以来言い合うこともあるけど、お互い腹を割って話せている。同じ和菓子を大切に思う仲間、お客様を守りたい信念を持った仲間として。漫談見てるみたいだな。こりゃいいや、立花堂に通うのがまた楽しくなるよ。ずっと続けてくれよ二人とも。俺もずっと通うから。そう言って三上さんは笑い泣きなのか何の涙なのか拭っていた。私と田中さんは三上さんが見えなくなるまで見送った。午後、平林くんが店舗にお手伝いに来てくれるそうよ。え、あの平林さんが？ウキウキしちゃう。言うことは相変わらずだけど、以前より嫌味に感じない。私も先入観にとらわれていたのかもしれない。お疲れ様です。お久しぶりです。って平林さん、松井さんと一緒に？僕の義母です。え、平林さん結婚してたの？菓子作りの時は指輪も外してるし、いや、誰かのセリフじゃないけど、隠してたわけじゃないけど言いづらくてね、ってとこかな。よく覚えてたわね、そのセリフ。こうなったら若社長を狙うしか。ごめんなさいね、うちの子ももう子供二人いるから。いつの間に。若いからってみんな独身とも限らない。失恋した田中さんは菓子作りに一生を捧げると笑っていた。何でもココア味の和菓子を作りたいんですって。それを聞いてみんなで笑った。でもガッツのある彼女ならいつか成し得るんじゃないかなと、私は密かに楽しみにしている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あれ？あんたどっかで。まさか、まさき？今日は妻との大事な結婚記念日だった。その大切な日のために人気の高級料亭を予約していた。そこに来たのが、過去に金持ちと浮気をした挙句、俺をあっさり捨てた元カノと呼ぶのも嫌な存在だった。そういえばさ、あんたまだ貧乏なの？そう言い見下す元カノとその彼氏。彼はね、あの大手企業の KK ホールディングスの次期社長なのよ。それに比べてあんたは今でも貧乏でみっともないわね。何も知らない二人にけなされて、いい加減イライラした時だった。まさきさん、どうしたの？愛しい妻の声がした。あなたがまさきさんと別れてくださったおかげで、こうして私は地位も名誉もある最高の彼と結婚することができました。本当にありがとうございます、元カノさん。そして 9.9 秒後、俺の元カノの人生が崩壊するのだった。俺は森山正樹、27歳、既婚であり、義両親や仕事に恵まれ、まだ子供はいないが夫婦仲良く幸せな日々を送っている。今日は大切な妻との結婚記念日ということで、高級料亭を予約してお祝いすることになった。この高級料亭は誰もが知る有名な料亭で、予約を取ろうにも半年待ちだ。結婚式にも使われるほど由緒あり、中庭には四季折々の花が美しく咲き誇り、池には色鮮やかな鯉たちが悠々と泳いでいる。政治家や某有名人たちがお忍びで通うほどの格式ある料亭だ。今は仕事の関係で別々に来ることになっている妻を、料亭の入り口にある門の前で待っていた。妻のしおりとは高校の頃からの付き合いだ。俺は当時吹奏楽部に所属しており、俺が2年の頃に1年の後輩として入ってきたのが彼女だった。
俺はクラリネット、しおりはフルートを担当していた。カイさん、譜面台重いから持っていくよ。よろしいのですか？先輩の分だってあるのに。俺は男だから平気。それに、ついでだからね。違う楽器だったが、木管楽器同士音を合わせたりと、一緒に練習することが多かった。カイさん、本当に上手だね。ありがとうございます。小さい頃から習ってたんですよ。そうなんだ。本当に綺麗な音色で、思わず聞き入っちゃうよ。まあ、ありがとうございます。先輩のクラリネットも、とても素敵ですよ。ありがとう。しおりは幼い頃からフルートを吹いていたらしく、入学早々その才能を発揮し、誰よりも実力を持っていた。そんな彼女を、はじめ妬む先輩もいるんじゃないかと思ったが、ちょっとしおりちゃん、そっちじゃないよ。え、そうなんですか。すみません。教えてくださりありがとうございます。しおりちゃんって本当に可愛いね。そんなことありませんよ。彼女自身のおっとりとした雰囲気に妬む人はなく、むしろみんなが率先して世話を焼くほどの人気者で、彼女は自然と周りに愛される存在だった。カイさんモテモテだね。そんなことありませんよ。先輩の方が表になるんじゃないですか？そんなことないよ。それに俺彼女もいるからね。あの頃俺には川口由香という彼女がいた。由香とは高校に入学してすぐにクラリネットを演奏する姿がかっこよくて、私と付き合ってくれないかな？え、あ、お、俺でよければと彼女からの告白で付き合った。彼女は当時から美人として有名だった。そんな彼女からの言葉に俺はすぐに交際を了承してしまった。俺はそれまで彼女という存在はおらず、俺なりに彼女を大切に何より誠実に付き合っていた。お互いの家で一緒に勉強したり、夏祭りに浴衣で行ったり、充実した楽しい日々を送っていた。しかしそれはある日突然崩壊した。ねえ、明日って遊べる？ごめん、明日は練習があるんだ。そっか、じゃあまた今度ね。高2の夏休み、部活を終えて帰っていると、知らない男と手をつないで歩いているゆかを見てしまったのだ。昨日どこにいた？え？家にいたわよ。嘘つけ、見たんだぞ。昨日大学生くらいの人と手をつないで歩いてたところ。なんだ、見られてたのか。そうよ。だからすぐにゆかを呼び出して問いただすと、彼女は悪びれた様子もなく、あっさりと金持ちの大学生と浮気したことを認めた。だって彼はお金持ちなんだもん。一緒にいても楽しいし、あんたといてもつまんないのよね。なんだよそれ。まあそういうわけだから別れましょう。そんなことを言われ、俺はあっさりと振られてしまった。嫌なことというのは続いてしまう。高3の春、親父が交通事故で他界したのだ。しかもスリップ事故で他人を巻き込んでいたため、多額の賠償金を払うことになった。公立の高校に通っていたため、なんとか卒業はできそうだったが、俺には弟が2人いる。食べ盛りでエンゲル係数のかかる中学生が2人。お袋だけに負担をかけるわけにはいかないと、俺はバイトをして家に金を入れることにした。授業が終わればアルバイトに明け暮れる日々。吹奏楽部に顔を出すこともなくなっていた。あれ、まさきじゃん。そんな時、バイト先のコンビニにゆかが買い物にやってきた。バイトしてんの？じゃあさ、遊ぶお金あるんでしょ？どっか遊びに行こうよ。行かない。遊ぶためにバイトしてるわけじゃないし、彼女でもないお前と行く場所なんてない。いいじゃん別に。遊ぶためじゃないのに、なんでバイトしてんのよ。関係ないだろ。いいから教えなさいよ。
うるさい。生活のためだよ。働かなきゃ食っていけないんだ。仕事中に絡んでくるユカに事情を説明すると、今まで上目遣いでおねだりモードだったのが一転して大笑いに変わった。マジ超貧乏じゃん。めっちゃウケる。バカにしたように笑うユカに内心腹が立った。いい加減にしてくれ。俺とお前はもう別れたんだ。そうね、貧乏人なんかと別れて正解だったわ。じゃあね、貧乏人くん。そう言い残して去ったユカ。怒りと同時に立て続けに起きた不幸と先の見えない返済生活に俺はひどく傷ついていた。そんな俺を救ったのがしおりだった。しおりは俺のバイト先に何度も来てくれ、先輩、演奏会に出てくださいと俺に言ってきた。無理なんだよ。どうしてですか？俺が働かないと弟たちが食べていけないんだ。何度も通ってくれる彼女に俺は自分の境遇を包み隠さず話した。そしてその上で演奏会には出れないと断った。それなら私が先輩の代わりにバイトに出ます。だから演奏会に参加してください。どうしてそこまで？先輩にとって次の演奏会が最後じゃないですか。みんな先輩と合奏したいって思ってるんです。だから演奏会に出てください。みんな待ってるんです。その姿はいつもみんなに世話を焼かれているおっとりとした彼女ではなく、凛々しくて惚れてしまいそうだった。先輩？なんでもない。いや、実際に惚れていた。まさきくん、彼女もそう言ってくれるんだ。少し減らしたらどうかな。オーナーからの言葉もあり、俺はお袋と相談することにした。お袋、俺どうしても最後の演奏会だけは出たいんだ。バイト減らしてもいいかな。申し訳なく思いながらも言った言葉にお袋は笑顔でうなずいてくれた。いつも頑張ってくれて感謝してるわ。そんなあなたの最後の演奏会だもの。もちろんいいに決まっているわ。俺たちも節約頑張るよ。兄ちゃんは気にしないで。そうそう、米さえあればいいから。弟たちからも背中を押され、俺は最後の演奏会に出演できた。その演奏会は大成功だった。先輩、これ俺たちの気持ちです。俺は壇上で後輩たちから花束をもらった。その花束はよく見るとブロッコリーやネギ等で作られた野菜の花束で、俺は気づいたらみんなに、お前ら最高と叫んでいた。気づいたら泣きながら笑っていて、みんなにもみくちゃにされた。それから俺はまたバイト三昧の日々に戻った。大学受験はせず、就職を希望していた俺にバイト先のコンビニを経営しているオーナーが声をかけてくれた。まさきくんの働きっぷりには感心していてね。よければ私がオーナーをしている酒屋で働いてみないか。そんな風に言ってくれ、俺は酒屋の正社員として雇ってもらえることになった。高卒で雇ってくれるなんて本当にありがたいと思う反面、もう彼女と会えなくなると思うと寂しく思っていた。それから俺はバイト先に通ってくれているしおりに話すことにした。俺さ、3月の半ば、来月からは就職するから、ここでは会えなくなるんだ。そうなんですか。うん、今までありがとう。君が諦めずに説得してくれたおかげで後悔せずに済んだよ。俺の言葉に顔を伏せたしおりは決意したように俺を見つめた。今までなんて言わないでください。先輩、私先輩と会えなくなるのは嫌です。え、それって？私先輩が好きです。すごく嬉しいけど、高卒の俺に将来性はない。君には幸せになってほしいから
付き合えないよ。私は先輩の肩書きで好きになったんじゃありません。先輩の優しい人間性が好きなんです。優しく声をかけてくれて、困っていたら助けてくれて、みんなが嫌がることも率先してやってくれて、真面目な先輩を好きになったんです。そんなの、俺は当たり前のことをしただけで。そんな風に当たり前にできる先輩が好きなんです。まっすぐに言われた言葉、俺はそれに根負けし、俺たちは付き合うことになった。仕事の合間にしおりの勉強を見たり、一緒に夏祭りに行ったり、他にもしおりと一緒にゆかのことなんて忘れるくらいたくさんの思い出を作った。しおりは俺と一緒にいてつまらなくない？そんなことないです。まさきさんと一緒にいられるだけで私は幸せなんですから。本当に？無理してない？もう本当ですって。私まさきさんにベタ惚れなんですから。それからいろいろあって、俺が25歳の時にしおりと結婚した。結婚式には親類だけじゃなく吹奏楽部のみんなも呼んだ。先輩、しおりさん泣かせたら許しませんよ。わかってるさ。そして今日は2年目の結婚記念日となる。もう野々村さんってば。あの日の頃に思いを馳せていると男女2人がやってきた。あれ？なんとなく女の方に見覚えがあり、まじまじとその顔を見た。そして思い出した。数年前に俺をあっさり捨てたゆかだった。さすがに大人になって多少変わったが、あの頃と雰囲気は変わっていない。男の方は見覚えがなかったが、高級そうなスーツを身にまとい、靴も時計もピカピカ、一目で高級品とわかるものを身につけていた。あれ？あんたどっかで、まさか、まさき？何？知り合い？前に話したでしょ？高校の時に顔だけで付き合った男。つまんないし、貧乏暮らしの元彼。ああ、あれが例の黒歴史くんか。向こうも俺に気づいたらしい。ニヤニヤと笑いながら俺に近づいてきた。あれ？なんであんたがここにいるの？貧乏人の元彼くん。お前には関係ない。さっさとどっか行け。教えてくれたっていいじゃん。私とあんたの仲でしょ。気持ち悪いことを言うな。俺とお前はもう何の関係もない。これからも仲良くするつもりもない。貧乏人は心も狭いのね。はいはい。絡んでくるゆかにそっけなく返していると、ゆかがイライラし始めてるのが分かった。そういえばさ、あんたまだ貧乏なの？何度も言わせるな。お前には関係ない。どうせ貧乏なんでしょ。彼なんてあんたとは大違いなんだから。そしてゆかは同じくニヤニヤしている隣の男を指さした。彼は野々村さん。私の今の彼氏なのよ。あっそ。彼はね、あの大手企業の KK ホールディングスの次期社長なのよ。それに比べてあんたは今でも貧乏でみっともないわね。そう言って彼氏と一緒にゲラゲラ笑うゆか。 KK ホールディングス次期社長ね。どうやらゆかは何も知らないらしい。俺は冷めた目で二人を見ていた。あんたって今もまだ酒屋でアルバイトしてんの？それとも土木工事とか？だったらなんだよ。俺がどこで何をしていてもお前には関係ない。それに酒屋や土木工事の何が悪い？別に。でもその年になってもブランド品の一つも身につけられないなんてダッサいわね。やっぱりあんたと別れてよかった。本当だよな。この時計見てみろよ。ああ、貧乏人には眩しすぎるか？お前の着てる安っぽいスーツと俺のスーツ、月とすっぽんだな。本当にくだらないな。俺は二人を無視して時間を確認する。というかこんな高い料亭に何の用なのよ。まさか
食事する気？あんた支払いなんかできるの？そこら辺の料亭とはここは違うんだぞ。貧乏人には敷居が高すぎるんじゃないか？そうよ、まさかとは思うけど、食い逃げする気？そんなみっともない真似しないでよね。やだやだ、貧乏人はこれだから。ほんと、あんたと付き合ってたのが黒歴史だわ。ゆかからの罵声、野々村という男からは見下したような目を向けられる。いい加減、俺もイライラしてきた。本当にうるさいな。支払えるに決まってるだろ。半年以上前からここの予約してるんだから。はあ？だから何よ。あんたがこんなところにいると、料亭の名前に傷がつくわ。さっさとどっか行きなさいよ。ゆかが俺を突き飛ばそうとしたとき、まさきさん、どうしたの？愛しい妻の声がした。俺たちが声の方を振り返ると、そこには二人のボディーガードと共に、しおりが歩み寄ってくるところだった。白く上品なワンピースに身を包み、髪もきれいに整えられ、きれいな化粧を施されたしおり。凛として歩く姿は、豪華絢爛の一言に尽きる。そんな彼女と共に歩くボディーガードたちはいかにもという感じで、スーツ越しにもわかる鍛えられた体、それにサングラスの下から向けられる鋭い視線に圧倒されてそうだ。お待たせしました。しおりがあの頃と変わらない美しい笑顔で俺の腕に自分の腕を絡めた。そんな様子に目の前の二人は唖然として見てきている。あれってフルート奏者の森山しおりじゃないか？え？なんでそんな有名人が？しおりはそこで二人に気づいたのか、一度腕を戻す。森山の妻のしおりと申します。主人がいつもお世話になっております。そう言い上品に頭を下げるしおり。顔を上げたしおりの目は床に向けられている。何年も隣にいたからわかる。しおりはゆかが同じ学校の先輩で、あの元カノだということに気づいている。どっかで見たような。一方ゆかは見たことがある程度らしく、顔をしかめながらしおりの顔を見つめていた。主人の元カノさんですよね。ありがとうございます。はあ？ふわりと微笑みながら言うしおりに、ゆかは怪訝そうな顔をした。しおりは微笑んでいるが、その目は一切笑っていなかった。私ずっとお礼を言いたいと思っていたんです。お礼？ええ、あなたがまさきさんと別れてくださったおかげで、こうして私は彼と結婚することができました。まさきさんはとても優秀な方なので、うちの会社は安泰ですわ。本当にありがとうございます、元カノさん。さっきから何言ってんのよ。しおりの言葉にゆかは心の底からわけがわからないという顔をした。うん、こんな貧乏人と付き合うなんて、いくら有名って言っても大したことないんでしょ。ちなみに私の旧姓はカイと言います。実家は事業を営んでおりまして、 KK ホールディングスと申します。すーっとしおりの目がゆかの隣にいる野々村に向けられる。そのホールディングスを彼が後を継ぐことを了承してくださいました。今日は私たちの結婚記念日でもあり、彼の社長就任が決まったことのお祝いなんです。ゆかはまだ意味がわからないという顔をしていたが、野々村の方の表情が硬直した。うちの主人を随分とバカにしてくださったみたいですが、そちらの方は次期社長でしたっけ？おかしいですわね。私はお顔を存じ上げないのですが、あなたは一体どこの誰です？しおりの言葉に野々村は顔を青ざめている。私に教えてくださいませんか？あの次期社長というあなたは誰ですか？あなた本当に KK ホールディングスの関係者なんですか？問い詰められた野々村は、くそ、え、ちょっとどこ行くのよ。
その場から逃げようときびすを返して走り出した。そんな彼の背中を呆然と見送るユカ。さ、行きましょう、マサキさん。もう一度腕を絡めるしおり。ああ、そうだね。放っておいて食事を楽しもう。俺は立ち尽くすユカを一別し、しおりをエスコートして料亭に入った。ここまで来ればわかると思うが、しおりはあの KK ホールディングスの社長、甲斐和之の一人娘で、会長である甲斐清正の孫娘にあたる。彼女は幼い頃から様々な英才教育を受けていた。フルートもそのうちの一つだ。とても優秀な才女だった彼女は、高校で俺が初めから優しく声をかけていたおかげで、俺のことを好きになってくれたらしい。私、嬉しかったんです。みんな、私がお金持ちの娘ということで、優しくしてましたけど、先輩は、そんなの関係なく、優しくしてくれましたから。だが、当時俺はユカと付き合っていた。はじめは、諦めようとしたんです。でも、噂で先輩が元カノさんと別れたと聞いて、それなら、チャンスがあるんじゃないかって思って。諦めようとした矢先、俺がユカに捨てられたことを知り、もう一度頑張ろうとしてくれたらしい。あの時、コンビニに通っていたのは、演奏会に出て欲しかったのもあるんですが、何より先輩に会いたかったです。先輩の役に立ちたかったです。それで、私のこと意識してくれたらなって。そうして頑張ってくれた結果、今俺はしおりと夫婦でいられている。部活内で見せていたおっとりとした姿は、彼女なりの処世術だったそうだ。ああしていれば、みんな仲良くしてくれますから。本当は、私、腹黒なんですよ。そう彼女は少し照れたように自称する。本来の彼女は、少し苛烈な性格をしていると言っていた。だが、ずっと一緒にいるからわかる。穏やかに俺の隣で笑う彼女を見ていると、元々の性格もあるのだ、と。まあ、そんな二面性も今となっては、ただ愛しいだけなのだが。それから数日後、俺のもとに警察から連絡が来た。俺が引き継ぐ予定の KK ホールディングスの名前を語った詐欺師が逮捕されたというものだった。その詐欺師は、ユカの彼氏である野々村翔だった。彼はグループでの結婚詐欺師で、多くの女性を騙して金を巻き上げていたらしい。もともと KK ホールディングスの名が詐欺グループに使われていることは知っていた。そのため会社としても調査をしていたところ、たまたまあの場にその張本人が現れたのだ。あの後すぐに警察に連絡、無事に確保されたというわけだ。詐欺グループの仲間も野々村の証言から芋づる式に一人残らず逮捕されたそうだ。これから先、一生かけて払えるかどうかの賠償を払い続けることになる。一方、ユカの方だが、ユカは大学に行った後もより金持ちでイケメンというスペックの高い男を狙って声をかけ、いわゆる取っ換え引っ換えにしていたらしい。そのことで時には略奪もしていたりと、トラブルも多く、友人から見放されたそうだ。それでもユカ自身は美人だから、たくさんの男性が言い寄っていた。が、すべて遊びの関係で終わっていた。みんな、ユカの性格を知って逃げ出したのかもしれない。唯一、婚約までこぎつけたのが野々村だった。結婚の約束を交わし、結婚指輪ももらい、両親との顔合わせまで済ませていた。あとは式場を決めるだけという段階だったそうだ。だからこそ野々村を信じきって多額の金を貸していたらしい。さらに野々村に貢ぐために借金までしていたそうだ。今回のことでついに両親からも見放されてしまい、かつての友人たちとは連絡もつかない。寿退社すると会社も辞めていたため、ユカに残ったのは借金のみだった。寿退社する際に、私、
あの KK ホールディングスの次期社長と結婚するのよ、と散々周りにマウントしており、会社に戻ることもできずにいるそうだ。そんな反面、俺は高校卒業後に雇ってもらった酒屋で一生懸命仕事をしていた。あのオーナーはコンビニと酒屋だけでなく、他方面に事業を展開させている経営者で、KK ホールディングスの子会社でもあった。君が彼の話していた森山正樹君だね。彼から聞いているよ。すごく真面目で優秀だそうじゃないか。君さえよければうちで働いてみないか。しおりの父親とも懇意にしており、何度か食事をした時に俺の話が出て評判を聞いたそうだ。それから真面目に仕事をしていたことで、ありがたいことに俺は KK ホールディングスに引き抜かれた。しおりとの交際は引き抜き後に発覚したことだ。娘と交際していたのか、知らなかったな。すみません。あ、でも彼女が社長の娘さんだなんて今まで知らなかったです。だろうね。君はそんな打算で交際するような男じゃない。まさきくんの能力の高さは私もよく知っている。君になら娘を任せられるよ。ということで、思うことはあるみたいだが、交際の許可をもらえた。それどころか、早くしおりと結婚して役員の仕事を学びなさい。君のことは私の後継者として期待しているよ、と思いがけず結婚の許可までもらい、俺は25でしおりとゴールインした。それから社長の下で仕事を学び、なんとか期待に応えていった。そして会長の勇退に合わせて義父が会長となり、俺が社長に就任することになった。その頃には俺の家族も安定していた。社長就任した頃には賠償金は完済、弟の一人は奨学金で大学に進学。俺も兄ちゃんに負けてられないからね。無事に卒業し、今は一流企業に就職している。一番下の弟は進学せずに高卒で市職員になり、今では自立して生活している。俺だって兄貴の背中見て育ったんだから、やるときはやるさ。母は俺を含めた息子全員が巣立ったことで悠々自適に一人暮らしを満喫しているそうだ。私一人なら好きなことを好きなだけできるから楽しいのよ。だから何も心配はいらないわ、と趣味の手芸をしながら毎日楽しそうにしている。たまに可愛い編みぐるみが届き、しおりが嬉しそうに飾っている。そのしおりの方は、将来社長になるために勉強していた際にフルートの才能が開花。まさきさんなら大丈夫、安心して任せられるわ。ああ、君も頑張ってくれ。応援しているよ。ありがとう。そう言い、俺を信頼して会社を任せてくれ、今は有名なフルート奏者として全国を回っている。そんな妻のフルートの音色が、忙しい日々の中で一番の癒しだと思っている。移動中にも妻が出した CD を車の中で聴いているし、他でも時間があるときは彼女のフルートを聴いている。社長って本当に奥さんが好きですよね。はは、まあね。そんなわけで会社ではすっかり愛妻家として有名になってしまった。野々村の逮捕からしばらくして社長就任後、社長、受付に川口由香という人が来ているそうです。由香が？社長を出せってどうしますか？突然由香が会社に押しかけてきた。わかった、俺が行くよ。正直無視したかったが、受付に何かされるかもしれないと、しぶしぶ由香の前に行く。社長。大丈夫、任せて。本当に社長なのね、すごいじゃない。社長として心配そうに見てくる受付に声をかける俺を見て、目を輝かせる由香。下心を隠すつもりはないらしい。何しに来たんだ、会社に迷惑をかけるな。そんな冷たいこと言わないでよ。ねえ、まさき、
私たちよりを戻さない？はあ、何バカなこと言ってるんだ。俺には妻がいるんだ。君も見ただろう。そんなの構わないわ。私はまさきのこと愛しているんだもの。そう言い腕にすがりついてこようとするのをほとんど反射でよけた。君と交際していたのは10年も前の話だ。この間再会するまで正直お前のことなんて忘れてたくらいだ。はっきり言って迷惑なんだ。もう今後俺につきまとわないでくれ。そんなこと言わないでよ。さっさと出て行ってくれ。私今大変なんだよ。あの結婚詐欺師に騙されて何もかも失ったの。お願い、私とよりを戻して助けてよ。追い出そうとするがなかなかゆかは離れなかった。あんな色気も何もないお嬢様なんかより私の方が女として上よ。あんただってあんな女と一緒にいたってつまんないでしょ。だからよりを戻して。その言葉にイライラの頂点に達した。俺のことはこの際どう言われても構わない。貧乏だったのも事実だ。だけどな、妻の悪口を言うのは絶対に許さない。しおりは俺にとって恩人で生涯守っていきたいと心の底から思っている唯一の人だ。お前なんかがバカにするな。でもだって、そもそもお前は俺と付き合ってたのが黒歴史なんだろ。それは俺のセリフだ。確かに貧乏で大変なこともあったが、お前と付き合ってたことに比べたら全然大したことない。お前が俺の唯一の汚点だよ。こんな言わせておけば。直後俺の顔面めがけてユカの持っていたハンドバッグが飛んできた。俺はそのハンドバッグを拾い上げ川に触れる。なんだこれ、合皮の安物じゃないか。そんなんでよくブランド品を身につけてないと恥ずかしいなんて言えたな。お前こそ恥ずかしいやつじゃんか。何よ何よ何よ、あんたは私の言うこと聞いてればいいのよ。俺の煽りにユカは顔を真っ赤にしてわめき散らした。数分後俺に危害を与えたということで受付の社員が呼んだ警察にユカは連行されていった。ただでさえ親や友達から縁切りされてるのに借金の上に逮捕。ユカの人生はもはや絶望しかないだろう。自業自得、これ以上関わることはないと思うと清々する。それにしても俺も変わったな。昔の自分ならユカに言い返すなんてできなかっただろう。思わず苦笑した。まあ今の俺は社長だ。強くなければ社長としてはやっていけない。それにこのことは妻を見て学んだことだ。たとえそばにいなくても彼女の存在が俺を守ってくれているんだな。俺もそれに応えないとな。それからユカは予想通りの結果となった。ユカはもともとの借金が多すぎた上、親類にも頼れず朝から晩まで働き詰めらしい。元婚約者を頼ろうにも向こうの方が刑期が長く、出所したところでユカを受け入れることはないだろう。接近禁止令も出してもらったから会社にも近づけない。まあ義父たちが許さないだろう。しおり、何ですか、まさきさん。実は前に行った料亭もう一度予約できたから。あの時下手な邪魔が入ったけど、今度は誰にも邪魔されずにゆっくり食べよう。ええ、ぜひ。実は大事なお話があるんです。大事な話？そうです、とても大切ないい報告が。あれからしばらくして俺は妻のフルートを聞き本当に幸せだなと思っていた。フルートを吹き終わったしおりが俺の隣に座る。たまにはあなたのクラリネットが聞きたいわ。笑ってねだってくるしおりに快諾し、俺は立ち上がってクラリネットを構えた。吹くのは子守歌としても人気の有名なアニメ映画の曲。その曲をしおりは穏やかに笑いながら聴いている。彼女の手はお腹を撫でていた。
そこには俺たちの愛しい子供がいる。今から義両親も俺の身内も楽しみにしている。特に義父は初孫だとベビーグッズをたくさん買ってくれた。今まで大変なこともたくさんあった。だがそれを乗り越えて今すごく幸せだ。諦めずにいたからこうして今の幸せがある。そしてその幸せを邪魔しようとするやつは許さない。時には鬼となってでも排除する。ふふ、名前はどうしましょうか。そうだな。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。